って操作しているの？またさっきのエルロン？いや、違う。以前、紙飛行機で実験しただろ。機体の上下の動きを制御していたのは。ピッチング、つまり上下の動きは水平尾翼についたエレベータという舵で操作する。通常機首を上げれば揚力は高まる。だが、上げすぎると逆に揚力を失うことになる。気流が翼面に沿って流れることができなくなり、剥離してしまうからだ。この現象をストールという。揚力を失うとどうなるかは説明するまでもないな。そうなったら、もう落ちるしかないんですか？いや、立て直すことは可能だ。ストールはどんな時にも起こり得るから、ストールからの回復訓練はしっかり積んでおく必要がある。試しに一度落ちてみようか。臨界無改革を超えた。ストールしたぞ。ゲームオーバーって。まあ、こんな感じだ。訓練ではわざとストールやスピンを起こして、そこから回復する練習をするんだ。実際に空でやると怖いぞ。死ぬかと思うぞ。で、次はラダーペダル。これはラダーを操作するわけだが、ラダーとは日本語で方向だという。垂直尾翼についている。右を踏めば機首が右を向き、左を踏めば機首が左を向く。ヨーイングの動きを制御するんだ。横を向くの？でも曲がるときは主翼についてるエルロンを使うんでしょ？エルロンだけで旋回した場合、グライダーは正面を向いたままバンクした内側に滑っていくように移動することになる。どういうこと？前を向いたまま斜めに進むってことじゃない？そこで同時にラダーを操作してやり、旋回したい方向へ頭を向けてやるんだ。したいときはエルロンとラダー両方が必要と。そうだけど、それだけじゃまだ不十分だ。
旋回中、機体を傾けると揚力は減るので、機体が大きく降下してしまう。なるべく高度を保ったまま旋回するには、操縦桿を横に倒しながら、少しだけ後ろに引いてやる必要があるんだ。以上、飛んでいる時に必要な操作はこれだけだ。結構簡単なのね。そうだね。アクロバットでもしない限り難しい操作はほとんどない。グライダー乗りに必要なのは風を見つける能力なんだ。どこにどんな風が吹いているか、サーマルはどこにあるのか、そうして見つけた風に上手に乗ることができるかどうか。そんなところだな。兵器類の見方はおいおい覚えてもらうとして、まずは慣れることだな。あとはこっちのパソコンの画面で練習してみてくれ。何見てんの？しょうがないじゃん。胸が一番汗かくんだもん。これって女らしいってことじゃない？ガレージのエアコン弱くない？お尻が漏れちゃうんだけど。ロボット部よりかはマシよ。あっちは人数多いからムシムシするのよね、汗で。さてと、私こっちだから。なんで急に？え？いいけど。
ハバネさんはカップ派か。ボーナーアイスは途中で溶けてきて手がベタベタするから好きじゃないの。ねえ葵、シミュレーターどうだった？どこがどう難しいの？エルロンもラダーもエレベーターも風を受けなきゃ効果ないもんね。気持ちよかった？うん、なんていうかすごいもどかしい感じだった。 3D のシューティングゲームに比べると圧倒的に爽快感がなかったわね。実際に飛ぶのとはやっぱり違うのかな。私も飛んでみたい。シミュレーターならやってみればいいんじゃない？いい、今は葵くんがやるべき時だから。じゃあ早いとこ翼を作って実際に飛べるようにしないとね。それか、残念。気を使ってくれてありがとう。